皆さんこんにちは、ダイダルです。ポケットモンスターレッツゴー EV やっていきましょう。さあ、玉虫シティです。ここはね、前回玉虫シティついてね、デパートで買い物したってところで終わったんですけど、ちょっとね忘れてたので、ここのね講師トレーナー倒しましょうか。いたよね、確かコーチ。いたで、ね、道中でレベル上げついでにしてきましたね。メンツ少しだけレベル上がってますね。まあ上がったのはちょっとね、シルボサ以外のキャラクターなんですけど、であとミュウレベル変えましたね。モンスターボールプラスっていうね、コントローラー買ったらついてきたので、まあ、課金して買ったってことで課金ですね。まあ、非課金じゃないので、いや、この話やめとこう。課金してるからね、有料ポケモンって形で名前つけました。はい、次です。じゃあ、こっちとりな戦いましょう。小さな道。7番ドロードでいいよね。さあ、準備できるかな？オッケー。さあ、奏でよう勝負という名のアンサンブルを。キモ。なんやこいつ。はい、ということでやっていきたいと思います。こっちとりな。トガノで、白ボサか。そういえば前回新しい技を覚えたんだよね。なんか、あ、カモネギじゃん。おしょうだ、おしょう。さあ、白ボサ、なんだっけな、ドバドバオーラとワルワルゾーンっていう技を覚えたんだよね。見ていきましょうか。これがね、エスパータイムの技、光の壁を同時に張る技ですね。で、ワルワルゾーンがね、リフレクターを同時に張る技です。めちゃめちゃ強いですね。まあでもここはビリビリエレキいきましょう。抜群、取っていきましょう。お、いいね。で、麻痺するっていう。確定麻痺です、しかも。めっちゃ、あ、掛け声合わせ、避けた？避けろ、白星さん！いいね。懐いてくるとこれがあるからね、熱いポケモンは。サンムーンからだよね、この要素があるのは。やったね。よし、さあ、とりあえずカモネギ撃破。お前、名前つけたれよ、カモネギに。いいね。お、レベル上がりそうや。よし、さあ、プックリン！ねえ、プクリン、どうしようかな。この戦おう。フェアリータイプですよね、プクリン。フェアリーは毒とかが効くんだけど、ワルって効くの、ワルって。わかんねえ、わかんねえ、やってみよう。ワルワルゾーン、あ、効かへんわ。さあ、リフレクターで物理に強くなったけど、歌う？お前は、そういうやつやな、ほんま。大っ嫌いだ、こいつのこと。さて、どうしようかな、ポケモン変えるか。じゃあ、白ボサ寝ちゃったから、物理アタッカー、未来あるよでもいいんだけど、攻撃力いくつだっけ、未来あるよ。75、高いよね、地味に。芝生道どれぐらいあるの。え、全然高くね、攻撃力。でも、ミュウが一番高いわ。そりゃそうか。まあ、じゃあ、ミュウ出すか。課金だ、課金。新しくね、寝てるのに動いてる、あいつ。なんで白ボサ嘘ついた。なになに、殴らないで。物理は効きません。さあ、続きいきましょう。続き、はい、ドーン、くらえ。うわ、全然効かへん、こいつ。ひるんで技が出せない。おいしい、七不思議ですね。白ボサ目開けてるけどな、あいつ。また歌う、こいつ。悪い子やなぁ。まあまあまあ、いいや、課金入れちゃったから。よし、未来あるようにしましょう。ちなみに課金の名前なんですけどね、社長か悩んだんですよね。いや、やめよう、この話、やっぱり。はい、ということで、行こう。未来あるよー。から元気！痛い。リフレクターなくなった。残念。さて、どうしよう。噛みつく悪タイプ効かなかったから、じゃあここ、頭突きでいいよね。頭突き！よし、さあ、あと一発か。歌う、よしよし、やっと外した。55% だよね、えぐいわ。よし、さあ、見事勝ちました。敵のレベル高いからね、経験値おいしい。よしね、未来あるよ。キャラドスはやっぱね、進化して強いポケモンですからね、うまく作って使っていきたいよね。じゃあ、ドラゴンテール、控えのポケモンを引きずり出す技。あ、面白いね、これも。覚えさせたいけど、ネット、あー、いらない、やっぱ。よし。でも、未来あるよって物理攻撃が高いからさ、前回玉虫デパートで言ってた滝登りも買ってあげた方が良かったかもしんないよね。ほんと、買ってくるか。ホエールはいらない。で、ロコンがね、なんか、調べたらね、アローラ球根に進化するには氷の石がいるんですよね。うん、受け取ってって、ありがとうございます。から元気！状態異常の時、威力がある技です。強い。まあまあ、な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 
そうや、滝登りだ。滝登りちょっと買ってくるわ。滝登り、これ、たっけ3万円する。金がない。金が、もう1万円しかないんだけど俺。他にもいっぱい欲しい技あるのに。ドラゴンテールってさっきのやつだよね。お金足りないですよって怒られちゃった。トンボ返りアイアンテール。切れそうだ。マジ貧乏ポケモンだ。ポケモンじゃねえ俺は。それアローラ急行の話もしてたな、そういや。アローラ急行の話だ。そうだよ、さっきしてたのは。で、アローラ急行なんだけど、なんか氷の石をね、なんか使うことによって、進化するらしいんですよ。で、俺氷の石持ってねえなと思ってね、たんですけど、ちょっと動画の外でね、ポケモンタワーでレベル上げしてたんですよ。ポケモンタワーの倒してないトレーナー倒したりとか、で、道中の敵倒したりとかしてたんですよ。そしたらね、拾ったんすよ、ポケモンタワーで。氷の石。マジで。使っていいこれ。使うね。やったぜ。進化しちゃうわ。ロコの様子が？てんてんてん。さあ、ロコンちゃん、進化して、急行なっちゃう。きたー！美しい！ロコンは急行に進化した。やばい。フォルムがやばいよね。急行。万年雪がオール山に住み、神の化身と崇められている。吹雪をまとって現れるぞっていう。恐ろしい。今作って特性がないんだよね。白王様炎の石使いますってなってるけど。いや、進化できるよね。やっぱしないしないけど。白王様だっていろんな技覚えるから便利だもんね。よし。でもね、9個もらったポケモンだから名前変えられないのよ。俺の中でダイダラスマイナスポイント。悲しい。よし。じゃあちょっと今日何するか考えましょうか。キューコン美しいな。思ったよりね、あとキューコンちっちゃかったんだよね。かわいい。そうだ、今日ゲームセンターだな俺やるのって。ロケットゲームコーナー、ここだここだここだ。ゲーセン、ゲーセン、俺ゲーセン好き。ゲーセンでゲームしたい。こんにちは。ゲームコーナーでたまに怪しい人見かけるけど、なんだろうな。私のヒトデマンちゃんが人がゲームしてるとこ見るの好きなのって。あ、そうなんだ。ヒトデマンデンペーっていう格ゲーのやつみたい。あ、いた。いけ、そこよ。あー、ちょっとなのに。なあ、武蔵、アジト戻らないか。いいじゃなーい。カラカラは見張りに届けたし、休憩よ、休憩。てか、アジトの隠し扉どうやってあげんだっけ。乗り物のポスター知らないんだよ。俺たちらしい最高な乗り物ポスターをな。乗り物ポスターってのがあるんだ。おや、こんなとこで油取っていいのか、未来のチャンピオン。玉虫のリーダー、エリカは、自然と心を通わす草ポケモンを使いて。お花なんか生きてるから、おとなしそうだから手強いぞ。さあ、今回のジムリーダーはね、ゲーセンで遊ぶのないんだ、これ。マスクとピカチュウが戦ってる？あれ、宇宙をかけるあれさっていう。宇宙をかけるロケット弾。いや、うんたらうんたら。ゲームないんだね。ずりのみ。なんかね、ポケモンが落ちてるものを調べてくれんじゃなくてね、なんかね、こうやって、物が落ちてるらしいんだよね。なんか通路とかもね、いっぱい落ちてるらしい。知らんかったわ。うわ、ゲームないんだ。ゲーム好きなのに、あれ。ゲームは反射神経を鍛えるに持ってこいなのだ。絶対言い訳だよね、ほんと。ガッハ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 、自己ベスト更新だわ。俺にも分けてくれ。水がとこ。水ってなんか回復効率良かった気がするんだけど。なんかないかな。さ、ポスターはやっぱロケット弾が持ってるあそこかな。ちょっと休憩。なんかね、昔はポケットモンスターね、このね、メダルでコインたくさん集めてね、なんだっけ、ポリゴンってポケモンもらえたはずなんだけどね。やっぱ首がアニメ基準だから。俺はこのポスターを見張ってるのだ。邪魔すると、痛い目合わせるぞ！マジ？急に戦いが始まったな、あなた。いいですよ、かかってきなさい。下っ端さん。ラッタ！で、まあ、そういやね、ここのジムリーダーね、エリカ、草タイプのポケモンだったらね、炎技覚えときた方がいいよね、絶対。だから、また後でね、ビリビリエレキを戻しておこう。あれに。なんだっけ、あれ。あれ、なんたらバーン。やけどにする技、炎タイプの技に。よし、麻痺。でも、確定麻痺、これ強いよね、麻痺させるって。確定麻痺からの、確定、何？
確定アタックじゃないよ、セミタックル。これで大体ポケモン落とせんじゃねえの。ねえ、威力高えからな、ほんと。まあ、麻痺させて、カウン、リフレクター貼ってとかでも、全然いいと思うんだけど。チクショー。よし。白ボサエース、どいてくれよ。ここま、このままではロケット弾のアジトがバレてしまう。ここじゃないの、アジトって。ポチッとな。今、ポスターじゃないよね、触ったの。どこかで音がした。なに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 、あ、開いてる。ロケット弾無視していこう。さて、来ました。ロケット弾のアジト。なんだ、ここ広いとこだな。こんにちは。し、私は潜入中の美人スパイよ。あなたみたいな子がどの人がのとこに倒しに来たよ。いいわね、気に入ったわ。プレゼントだわ。なに、ロケット弾セットもらった。なにこれ、着替えるの。気分はロケット弾よ。コスプレってバレちゃうんだ。で、着替えましょうか、じゃあ一回。やっぱいろんな衣装があって楽しい。さあ、まず白ボサから。ねえ、ロケット弾キャップ。で、メガネは、まあ、いいかかけたままで。で、ロケット弾シャツ。あ、ロケット弾っぽい。小物はいいや、このままで。さあ、次、俺です。ロケット弾キャップ。あんま、普通の黒帽子。で、上着。ロケット弾トップス。結構欲しい。ズボン、ロケット弾パンツ、全部黒ですね。で、靴、ロケット弾シューズ、白くて赤い、な、いいね、おしゃれですね。ロケット弾バッグ、ロケット弾バッグはなんか普通のカバンって感じする。ポケモンって感じする。いいね。ちょっとね、ダブルでおしゃれですね、これ。キリリッと。気分はロケット弾。やっていきましょうか。これでスパイなことバラしたらめよ、かわいい。美人さんですね、やっぱ。美人に俺弱いからな。やられちゃうわ、あれ。お前は誰だ？いや、ロケット弾ですけど、僕。見てわかりませんか？わからないんだろうな、ほんま。お前のような下っ端には。なあ。いや、よく見た服が全然違う。バレる。さあ、ドガス。ロケット弾ファンクラブですって言ったら、バレないかな。さて、ドガス。なんか聞く技ないの？エスパーとか効くんじゃないの？ねえ、やってみようぜ。ドバドバオーラ、初めて打つ技です。ドバドバオーラ食らえやよ。強いよ、世界一。よし、いける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 。エスパータイプって結構ね、汎用性高いですからね。今まで俺が倒せなかったポケモン。さあ、ラッタか。格闘タイプに変えましょうか。リオエウスかなと思ったけど、どうないしよう。リオエウス弱いんだよ。体割り覚えてるからね。弱いんだよ。いや、このままのが絶対いいわ。コラッタ、ラッタじゃなくてコラッタ。ねえ、さて、じゃあここはね、ワルワルゾーンで物理の壁も張りましょう。バイバイ。両壁、張り張り。さあ、ステミタックル。お、カーン。相手は死ぬ。ウケる。さて、もう物理も特殊もどっちも効かねえぜ、これで。ねえ、戦いましょう、このまま。よし、さあ、バサス、コラッタ。さあ、最後です。レベル29高い、コラッタ。進化させてやれよ。エレキ。もう壁張ってるからね、電気でいきましょう。麻痺っていくー。セミタックルかな。痛い。こういう時あの、吸収技ちょっと欲しくなるよね、ほんと。よーし。ぼちぼち経験値ゲット。あ、やられたぜ。しばらくはね、この白ボサとね、ミュウのね、二本柱でね、しばらく頑張っていきたいと思います。ミュウで課金ね。まだ今日さっきつけたとこだから、俺の体に馴染んでない。電話がある。なんか落ちるアイテム。やったぜ。力の飴。あ、そういえばさ、ね、飴ってあったよね。飴。使ってみるか、一個ぐらい。アメボトル。EV のアメもらってたよね、EV。能力プラス1。本当に上がんのこれ。使っていい ?1 個。えい。え、マジで1上がったんだけど。え、やばないこれ。もう1個使おう。え、これやばないこれ。え、レベル上がってないよね。もう1回使おう。やったぜ。え、強くねこれマジで。壊れてないこれ。白ボタン化け物になっちゃうけど。開いてないここ。どうした？
ねえ、キューコンどうしたんや？あたりを警戒している。あ、そうや、ロケット団やからな。アジトやからな。その警戒はいいぞ。なあ、しばらくやっぱ、他の子のポケモンだからね。あ、置いていこう。懐いてもらわねえと。ロケット団に忍び込むのはなんてやつだ。さあ、このアジト壊滅させてやろうぜ。さあ、バトル、下っ端。やんのか、こら。さて、ゴルパッチョ。マジか。ピャーオーガキーン。よし。さあ、ゴルバット、飛行だよね。飛行入ってたから、10万ボルトでいけるっしょ。ほら。ほら、ほら。よし。レベル29。か、1残るんか、おむぬし。痛い痛い痛い。クソ、向こうも抜群。抜群と抜群の殴り合い。ね、続き行きましょう。ほら。ね、技ポイントはね、ちょっとね、残しつつ攻めていきたいと思います。いや、経験値うめえな。うめえな、経験値。ばったり。いや、なんか、ほんと、イーブイの飴、コーチがくれるんだけど、ね、コーチ見かけたらね、ガチで捕まえまくろう。コーチを。コーチ捕まえまくろうって変な言い方だけど。コーチいたらちゃんと倒そう。ハイパーボール。あれ、ここの階なんもないのかな、結局。パソコン開いたままだ。ね。じゃあ下降りましょうか。美人スパイがいていい回でしたね、あそこは。さあ、ここを通るしかない。ジェス、シルフスコープを使うと見えない幽霊も見えるって聞いたことある。シルフスコープ、そうだそうだ、これをね今から取りに行きたいわけですよ。あのポケモンタワーを攻略するためにシルフスコープ、まあシルフスコープと、まあ、今回の目的はこのロケット団、そして、タマムシシティのジムリーダーエリカ倒すことかな。エリカ倒さないとキューコン言うこと聞かないんじゃねえかなってワンチャン思うんだけど、どうなんだろうな。ね、さて、おじさん、シャドボー行きましょう。シャドボー聞く？シャドボーって、えい、よし、聞く、抜群。サイケ光線、おっと、それエスパー技じゃね？音止まんのやめていいっしょ、ドキッとするから俺エスパーだけど何してんの？タイプ相性知ってますか？よし、やっぱなんか、進化後ポケモン、でかくて強いね。よっしゃ、いけ！え、1残す？あ、なんか下がった。特防が下がった。催眠術、マジでか、こいつ！最低ポケモンだな。ダメだ。ちょ、これ眠気覚まし使おう、ここは。ねえ、ちょっとね、ここでね、課金が戦線離脱はまずいので、普通に。俺、レベルをね、俺今回で33まで持っていきたいのよ。課金とね、白ボサを。そこぐらいまで。結構敵強いからね。ねえ、33クラスが2人いて、芝生とかが31とかになってくれたらね、多分もう勝てる。で、リオエウスとかね、もう合わせてレベルで高くなってくれたら、もう勝ち確なんだけどね、ほんと。うわ、なにここ？うわ！うわ！キュル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 。うわ、なんだこれ、キュルキュルゾーンだ。いや、キュル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 、楽しい。なんやねこれ。はい、というわけでアイテム、金の玉じゃん。1個だけ？2個ないんだねえ。さて、ここもアイテムある。アイテムの宝石箱や。眠気覚まし。あ、さっき使ったやつ帰ってきたぜ。ね。A ボタン連打しながら歩いてるとね、よくゲットできるんですよ、いろんなアイテムを。例えば、いい傷薬とかよく落ちてて、すごい拾ってるんですよね。ありがとうございます。よし。眠るー！おやすみー。眠るはいい技だぞー。知らんけど。知らんのかーいっていう。さあ、道わかんねえな。適当に進むか、ほんと。これどうだ？ここ。下、下、上。ここ行ってみるか、とりあえず。どこがゴールかわかんねえからよ、ほんと。乗りで進むしかねえよな、とりあえず。ねえ。乗り乗りの乗りで。これどっち行くんだ？どうなってんだ、これ。どうなってんだ、これば、べ。これ帰り道、ここ。じゃ、こっち？ねえ。あそこなんかモンスターボールあるよね。あ、待って、ここってさ、なんか、ストーリー進む道じゃなくて、アイテムあるだけのとこだ。
なんだよ、めっちゃ俺頑張って言ってたやん。まあでもアイテムもらっただけでもありがてえって、ありがてえ、おりげてえって思ったからわかんないけどな、ほんと。ありがとうございます、ほんと。帰りましょうか、じゃあ。よし。まあ戻り方はこんな感じ。あ、下行ってみるか、下。よし。そこ。え、そこ行かれへん。あ、行けるか。ここから。あ、待って。変なミスすんじゃねえよ。こっちストーリー進むかもしれん。待って、なんかあるか、アイテム。登るとことエレベーターあるやん。何エレベーターって。鍵がないと動かない。へえ、おもろ。あっち側も階段の下見てないけど、まあええでしょ。さて、うわ、ロケット弾のなんか本格的な、やべえとこだ。ねえ。さ、なんかアイテムある。スーパーボール、ありがとうございます。ねえ、俺ロケット弾のお姉さん好きだから戦おう。侵入者発見。よろしく、お姉さん。お姉さんが履いてるね、なんか固まってない、大丈夫？ロードが。ねえ、お姉さん履いてるミニスカート最近見ないよ、ほんと。イエイ。さあ、アボ。アーボ。ヤキン。アーボ。よし、サクッとやっつけっか。さて、トリマーシャドボでいいでしょう。基本シャドボ、シャド攻め。ほら、いいダメージ。あ、特防下がったじゃん。叩きつける、痛い。うわ、え、そのデカさでやばくねえ、お前。体のデフ太さ超えたっしょ、今の。怖っ。ネット。さあ、特防下がってるからね、やっつけれる。よし、はい、次。地面技が欲しいな、早く。なあ、誰だ、次。あー、ぼっか、地面いたっけ。リオエウス覚えてた、穴を掘る。穴を掘る、誰覚えてたっけ。待って、穴を掘る覚えてない、誰も、もしかして。あー、ぼっか、まずいな、これ。おっと、誰もないよね。うわ、ないわ、地面技。だったらもうゴリ押しするか、このまま。よし。あ、ちょっと待って、これエスパータイプの技でよかったのから、あれでよかったか、白ボサで。まあええか、シャドボ。ほら、白ボサ出せばよかったな。悲しい。うわ、下がらん。ヘビビイラミ。この技はね、相手を麻痺にさせるっていう、ヘビに睨まれたダイダラってやつ。ヒークソ。ダイダラここに出そう、白ボサ。やつら結構やるな、ロケット弾。意外と舐めてたわ。アニメでさ、もう、やだ、感じとか言ってるのに、いつも。いつもお星様にやってたあいつらが、いつの間にか強くなっている。なんかびっくりするね。さあ、行きましょう、ドバドバオーラ。くらえー、おらえ、よーし。なんか、ここは、悪タイプが多いのかなと思ったけど、別に悪いポケモンいないからね、いいかもね、このままで。リオエウス、よし、大処理だ。ダメか。ちょ、麻痺直し使うか、とりあえず回復していかないとな。ここは補給できないからね、帰るのめんどくせえからね。俺帰るのめんどくせえ時には使うから。オッケー。さて、ゴミ箱は調べられない。お、すご傷じゃーん。まあもうないかな。まあトレーナーはまたちょっとね、ちょっとスルーさせていただきます。あ、アイテムあっただけか、ここ。オッケー、じゃあちょっと戻るね、上のとこまで。はい、ではここの階段行ってないから降りましょうか。どんどん地下へ進んでいくんだよね、やっぱ地下のアジトですから、ここ。さて、まずいろんなとこまず見ましょうね。よし、弦かけー、ありがとう。ヌペペッチョとか侵入してきてないのかな。してなさそう、あいつ。あいつビビりだからな、意外と。またこのだぞー。これやだよー。さあ、とりあえず道具ゲット。あ、あそこ、ちょっと待って、なんかアイテムあるじゃん、あそこ。待って、あのお姉さんとこ。ちょ、あれ取りに行くよ、さっき。ねえ、俺アイテム大事にする男だから。お姉さん、戦おうぜ、俺と。よし。来たわね。上のフロアから連絡があった子供でしょう。あ、もう連絡回ってんの、まずい。でもなんか一人一人当たってきてくれるからいいかも。ほんと、四天王カンナが出てきたときさ、なんか、4対1だったじゃん。あんな状況だったらさすがに俺も負けちゃうけど、1対1だったら負けねえぞ、このメンツ。強い。さあ、レベル29、ゴルバット。ゴルバッチャーン、取りましょう、ドボー。くらえ！えい！10万ボルトでよかったと思ってる人、僕もそう思ってました。
よっしゃ、いけ、シュナボルト、ほら、よし、全然いける。タイヤリ400くれ、経験値。よし、芝生レベル30。さあ、ついに30台が3体目、ありがとう。いや、これはいい、これはいいぞ。よっしゃ、さて、悪の波動出た。悪タイプの技、てん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 、悪の波動。ねえ、ミュウに覚えさせるか、これ。割とありだよね、悪タイプの技って。技マシン。だいぶ増えてきた、技マシンが。悪の波動。威力は80。9コン覚えるんだ、これ。覚えたい ?9 コン。でも9コンいらねえ気もする。そんな技。怪しい光、オーロラビール、マジカルシャイン、冷凍ビーム。で、オーロラビームって、威力65、冷凍ビーム威力90。2つもいらなくね？ 1 個忘れさせようじゃ。ね、いい感じ。いい感じって。悪ってちなみに何に対して有効なんだろう。ポケモン、ちょ、俺、タイプ相性表今度買おう。あ、落ちてた、エフェクトガード。ポケモンの攻略本買ってこいよ、ちょっと。開きながらやらなきゃダメだわ、これ。なあ。いい加減ポケモン昔からやってるのに覚えてないと怒られちゃうわ、ほんま。なあ、みんな。すまんな、みんな。よし。さあ、アイテムあるね、いっぱい。回収しましょう。さっき不思議な飴あったもんな。あれはまだ使わなくていいっしょ。スピーダー。不思議な飴はね、使えないよね。さて、下行ってみるか。おーっと、当たりか、これ。当たりだね。よし。さて、トレーナーとバトルだ。くーっ、ショスカオラ。あまりロケット弾を邪魔しない方が身のためだ。うるせえ。潰すぞ、こら。どうせお前なんか一撃でやられんだからよ。諦めんかい。よし、さあ、こらった。こらった、だった。カキンちゃん。よし。さあ、大丈夫かな、ここも。シャドーボールって威力いくつ ?80 なんだ。じゃあ10万ボルトが威力90だから、基本は10万ボルトでいいんだね。取れるとき以外は抜群を。よし、強い。いや、ほんと進化させてやれ。ほんまに。さあ、ビリリ玉だ。おー、ビリリ玉か。きついな、これは。変えようか。じゃあ、何が効くかな。氷とか効かねえもんな。芝生出すか、ここで。ねえ、芝生。いや、それともね、白ボサ出すか。白ボサでいいか。白ボサ強えし。EV の飴使ってからもう化け物だったからね、多分。能力3上がるだけでも相当高いよ。全能力3アップ。いや、高いのか？だから実質レベル3上がったみたいなもんだから、35だよ、実質レベル。めっちゃ強いよ、これ。で、多分、向こうは、特殊技だから、ドバドバオーラ、ここで。はい、特殊。ほら、はい、これで効かへん、お前の攻撃。はい、スピードスター。それ、物理、特殊？わからん。やべ、マジで効かねえ。ウケる。ワルワルゾーン行きましょう、今度は。壁、とりあえず、両方貼っとこう。よし。やっぱ壊れてるよな、この能力。おかしくねえか？大処理。壁両方貼れるって本気でやべえって、この技。さあ、シャタまだおります。はい。そろそろゴール？まだまだかな。なんかいっぱい落ちてる。すごい傷薬。ロケット、あ、なんかこの感じ、コンクリート打ちっぱなし的な床？ねえ、鉄かな、これ。どこ上がらねえけど。なんか悪のアジトって感じする。すげえ好き。俺もこういうとこで働きたいっす。悪の谷棚、よろしく。なにこれ？何を見てる？それください。はっはー、エレベーター使えないって？俺がずっと鍵を見守ってるからだー。こいつ倒せば鍵もらえるじゃん。バーカめー。さあ、下っ端と勝負です。ベッドベッタ。オッケー、課金、頑張れ。さあ、毒タイプだけだもんね。普通にやっつけよう、このまま。とりあえずシャドーボー打ちまーす。耐えられるように一発ぐらいは。レベル29高い。オレイ！ヘドロ攻撃、落砕。で、毒なんだよ。よし。さあ、とどめ行きましょう、10万ボルト。確実ね、ここが。
おれー、2発で格殺、大勝利。いやー、なんか遠いなこれロケット弾のダンジョン長くて遠いな、これ。くっ、このままではエレベーターの鍵を取られてしまう。悪あがきだ。何、逃げたぞあいつ。ん、そいや、わっ、最低だ。はっ、あの鍵がなければボスの部屋には行けないぜ。取れるものは取ってみろー。え、白ボサ取ってくんない？ V? 頼む、白ボサならどこかの上から行けるかも。マジ？いや、ニャースたちあそこいるけど、お前のポケモン身軽そうだな。おあ、なんだこいつ、教えてくれてるぞ、バーカめーはい、ということで皆さん、すいません、ちょっとロケット弾編はね、前編後編で分けていきましょうね。次回ね、ロケット弾完全攻略ね、リーダー榊いるねえ、普通のロケット団3人組もいるからね。次回あいつら戦っていきましょう。また次の動画も見てください。アスパヤ。